吉根さん、なんかね、わかりますよ、気持ち。私ね、どこに行くのも土日とかね、もう今ね嫌なんですよ。だから土日はね、出かけないようにしてもう何年も経ちます。平日の午前中とか午後の2時とか3時、もう黄金タイムですよね。どこに行ってもガラガラで、もう貸し切り状態で使いたい放題。例えば大和くんとね、一緒に地域のそういったなんかこう自動スペースとか使うんですよ。ね、キッズスペースとか。もうね、平日のオープン10時からずっと貸し切り状態で、店員さんももうなんか一人いてくれてるんですけども、むちゃ仲良くなりますよね。で、のんびりとさせてもらうんで、それこそもうお金も使いやすいですよ。待たなくていいんで。遊園地に行っても街はないですよね。で、子供が大和くんがパッパパッと歩いて、いろんなことぶつかっちゃいけないんで、多分そこそこ混雑してたら気を使うんでしょうし、おもちゃとかも順番になるんで、なんかね、今使えないから後で来ようみたいな感じで何回も行ったり来たりするんでしょうけども、そういうのも一切ないです。駐車場も止めたい放題です。どこもかしこもでね、あ、混んでるなと思ったら、あ、今日土曜日かみたいな感じで、じゃあもう帰ろうよになるんですよね、だからね、人生の時間を自分で使えるってのはいいですよね。まあでもこれ当たり前なんですけどね、人権的に。でもなんかね、似たような時に休みを取ったり、似たような時にお正月したりするんで、お互いに窮屈な思いして、お互いに時間を無駄にしてね。で、最近だと並ぶってことも難しいわけじゃないですか。なんかね、いろんなところにストレスがあるなと思いますよね。かくいう私もずっとそこにいたんで、なんかそうせざるを得ないといけないっていうところもね、十分理解できるんですけども、同時にですね、そこを抜け出すこともできるんで、私はそちらを選び続けるかなってことですよね。ということで、1月5日正月気分、どんな気分ですか？お正月気分なんてのはね、お正月は最も1年で最も物が売れる時だから、よし正月だ、儲けるぞって気持ちにならないといけないですよね。月が変わりまして、もう早速ご入金もたくさんいただきましてね、商品もたくさん売れて、ウキウキワクワクのサポート体制でございます。昨年サポートをずっとしてきた人が一本立ちして、で、今年のね、実績者になって塾内で自分の結果を披露してくれる、嬉しいですね。まあ、これでいいかって感じです。もうあんまり新しい方にたくさん来てもらわなくても、私はね、この小さなコミュニティでしっかりとね、自分を培っていきたいなと思いますね。吉田さんも同じ気持ちだと思いますけども。じゃあ今日はそんなところでスタートしましょう。いってらっしゃい。